こんにちは、トコチャンネルです。今日はセリアさんで買ってきたものの紹介をしたいと思いますので、よろしくお願いします。なんかね、重たいもんいっぱい買っちゃったんだけど、先に軽いもんから行こうか。まずハンガー、あのね、干しっぱなしにして畳まないでいたらね、服のハンガーが足りなくなったことに気づいた。なので6つほど買ってきた。それから包装紙、ニュースペーパーというね、包装紙。よいしょ、こっちの方がいいかな、これね。ねえ、クラフト色と本物の新聞紙みたいな色と、多分一緒の柄ね。同色4枚も入ってる、すげえ。これ買ってきました。これね、ふりかけクラフトさんのジャンクジャーナルね、今リアタイでは追っかけれないんだけど、あの大掃除&模様替えしてるから、後でゆっくり見てね、作ってみようって。前はね、ちょこっとリコットさんのかなり本格的なのを、とっても可愛いペーパーで作っちゃったんだけど、今回はちょっとシンプルめで頑張ろうかなと思ってます。それから、プラワン、これにダイソーの購入品紹介で言ってたんですけど、ダイソーにすればよかった。ダイソーが 0.12 だったかな。これが 0.15 だっけ、あ、忘れた。こっち 0.2 で、こっちの方が分厚いのよね。薄い方が良かった。なんで薄い厚い方に3枚も買ったと思いながらも、まあ、先にこっち買っちゃったからね。またこれで満足するつもりだったけど、薄いの見つけちゃったから2枚余分に買ったと。まあなんとかなるっしょ今度からはダイソーで買おう。自分で勝手に反省。それからこれね、あのコロコロのね、スタンド、粘着ロールスタンドケース、これ置いとくとあのこけないし、ねじゃねじゃしない。あの買ったやつってみんなそういう風になってるんだけど、ケースついてるとか。これほどしっかりしてたら楽じゃないと思ってこれ買ってみた2個あるんだけど、粘着コロコロでも1個だけ買ってみた。よければ追加で買う。それからまたお花ね、いつも行くとこと違うね。自転車で行く方の水屋さん行ったら売ってたから買ってきちゃった。まあありでも買ってるんですけどね。まあ後々ね、今まで何も使う分しかチョキチョキしてないんですけど、後でね、チョキチョキしてちゃんと収納、カラーボックス4個くるからね、していきたいと思います。それから布用のインク、ショコラと黒。これはあのこの前布のタグ買ったから、布用のインクだったらいいかなっていう単純な理由で買ってみた。で、あとロンデル金と銀、これね、確かね6ミリだったかな。6ミリ、私ね多分この6ミリ持ってたかなってか、お尻開けて探しゃいいんだけどさ、持ってるかどうかちょっと不安だったから買い込んどいた。何でも使えるね。あと前に買ったことがあるピンクのカゴ、前の時このピンク1個しかなかったんですけど、今回行ったらいっぱい売ってたから買ってきました。あ、お花まだもう1個あったわ。なだれさすなめっちゃなだれさすな、なんで。それからセロテープ、15ミリ幅使ってます。前はね18ミリ幅喜んで使ってたんですけど、何かと仮止め、本止め、なんていうの、セロテープで止めて飾りでマステで止めたい時に18だとちょっとはみ出すってことに気づいてね、こりゃいかんということで急遽ね、急遽じゃないんだけど、それからね切れたら15ミリにしようと思って、今15ミリ使ってます。これ予備です。はい、続きまして、なんかいっぱい買ってきたよ。よいしょ。
まずは断捨離するっていい、あ、ちょっと待って、このさお花ちゃん潰れると嫌やで、ちょっとどけさせてもらうわね。上から押さえるとさ、あのお花がびしょってなっちゃうもんで、お花はお花ちゃん入れ用のね、今は袋にね入れてるんです。そこにちょっとしまわせてもらいます。ふわっとふわっと結んでね、ふわっと上にほいっと置いてあるだけないけど、これをねちゃんと後でしまいます。折り紙のあのこれヴィンテージフラワー、多分1個持っとんやけど追加で買ってきて、でこのヴィンテージコラージュ、これおしゃれくない、これ買ってきた。それとね、ずっと前からっていうか、ちょこっとちょっと前からね買い足したいなと思っとったこのヴィンテージアニマル、私の好きなね買ってきた。であとこれ買ってなかったんやけど、ヴィンテージペーパー4色なのかな、あ4色で書いてあるな、この4色かな、で5枚入りを3つほど買ってきました。あよいしょ、はい、じゃあ今度便箋いこうか。便箋ねこれこれって言ってもわからないね、なんやろなこれ、カフェカフェメルティーモフ、この絵がねかわいい、あのこの前メッセージカード買ったと思うよ、その絵の子たちね、こっちちょっとここに載ってないけど、ここしかかわいかったで、ちょっと1個ずつね買ってみました。ちょっと待ってね、喉乾いた、えらい、ちょっと微熱出しながら頑張ってます。それからまたね折り紙、折り紙って折り紙系なんやけど、これ全部これ全部、あれこんだけやったっけ、3つぐらいか、あ、マジこっち3つ買ってます。これパールシデザインペーパー、なんか面白くない、見てないんだけど、どんなんのやろ、あーあーなんとなくテカッとしとる感じ、いいじゃん。これもね、あの最近ねちょっと平袋をね、年明けたら平袋をちょこちょこ作ろうかなって思ってて、あとこれいつもの追加、いつもの知らんわって言われてるけど、いつものね。それからねまたね売っとった、このヴィンテージアニマルのステッカー、もっといっぱい売っとったんやけど、とりあえず3つで我慢したった、我慢したった言うな。なでこれこれどこ行った、知るかって、あのねデコレーションテープなんやけど、このねチェッカーボードっていうのがデコレーションテープでも、ここなんてオールランナーとって好きなん、これをめっちゃいっぱい欲しいんやけど、いつもないもんで普通のデコレーションテープの透明のを買うの。でこれもうちょっと買ったつもりないけど、どこ行った、こんだけやったっけ、あー分からん、分からんで次行こう。次ねメッセージカードのこのなんと糸巻き巻きみたいな形のこれ持ってると思うんやけど、本当に糸巻き巻きとかリボン巻き巻きしてしたいで買ってみた、したいっていうね気持ちで買うってどうよって感じだけど、それからこれこんだけやったっけ、なんかねいっぱい買ってきたもんね、何をいくつ買ったか記憶にないの、私の買い方って基本
何々が何々だからいくつ買おうじゃないけどね。であとスパンコール、これあんまり見たことなかったで買ってみた。お花さんが2つ丸っこいお花ととんがったお花があるんで可愛いなと思って。あう、何の合うかっていうと、これヤバムカだ。あとレンガマスで買ったのと、これ持ってなかった。あ、これあったかもしれんけどいらんわと思って買わんかった。丸っこいのだけ、チアの何だっけ、東欧風やったっけ、これなんか、そう東欧風のやつやね。東欧そんなに好きじゃないもんでさ、あーこれぐらい買っとこうぐらいのノリでね、そういう軽いノリで買いました。そう、持ってなかったん、ずっとそんなに必要性を感じてなかったか。あと、ね、ダイカットメッセージ、ミニカードのジュエリー、まあ持ってないでちょっと買っとこうかぐらい。何に使うって言われてちょっと悩むね、正直。なんかええ使い方あったら教えてください。ああ、あったあった。あとね、このちっちゃいハンドメイドスパングルっていうので、これお花の柄なのね。多分見えやんと思うけど。これも、確か3つずつ買ってきたつもりで自分ではおるの。これも。これのね、白とこの透明なオーロラのがね、めっちゃ使いやすいし、オレンジと紫なんてハロウィン使えるし、ピンク緑はいつでも使えるやろ。そんなやつはいつでもどれでも使えるやんかって感じだね。で、あとこっちはお星様で、金と銀が私、金と銀と白か、が好きで、まあ、ピンクももちろん好きで、で、黄色と水色なんか使えるやろっていう、またなんかね。で、3つずつ。そう、持っとったやつ使ってないんかなと思っとったら、あれ、3つずつ買ったつもりがもう1個お花があった。あ、たまにこういうね、ボケた買い方する。何個でいくらっていうやつやと、店員さんがちゃんと言ってくれるの。例えば4個で100円とかやと、8個買ったつもりが9個あると「9個でよろしいですか?」って聞かれた時に「8個です」って直すんやけど、基本ね、全然あんまりちゃんと管理しないといけないんだけど、管理しなあかんやけどね、ボケちゃってるのよ、そういうところが。本人は3つつかんだつもりとか4つつかんだつもりなんやけど、気づくともっと掴んだみたいね。あれ?これもこんな買い方したっけ?探しとんやけどさ。まあいいや、とりあえず私こんなボケた買い方したんや。あれ?金2個銀2個買ったつもりが金3個銀1個になっとる。まあ、こういうことよく、なだれファンの皆様ありがとうございます。なだれました。ありがとうございます。もおかしいよな。なんでなだれてありがとうございますねって感じだな。そういうね、間違えたね。たまに やらかしてしまう。よくやらかしてしまう。で、これは、で、ダイソーさんで瓶で売っとるやつのね、袋版のセリアさん。こっちの方がね、色がパステル調で可愛い。こっちね、お月様もあるの。見えとる?見えてなかった。全然ちゃうとこでとね。これお月様もあって、こう星とワンタートとマルはリボンとかはね、よくあるけど、こうお月様珍しくない?なのでね、あいあいなあいあい、あい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 、なんかみんなでなだれるの流行り?よいしょ、よいしょ。次ね、これ買ってきた。前ちっちゃいボタン買ったって言っとったけど、でっかいボタンの方見つけて3つも買ってしまった。数少ないかなと思って、
ついね。あとシワなし、私の苦手なシワなしピットちゃんもね、一応買っといた。こっちの方がええって時もあるからね。在庫ないのはちょっとねと思って。あとね、ウッドボタンを買ってきたんやけど、どこ行ったの、どこ行ったの、ウッドボタンちゃん。あった、これね、前買ったやつ。これも前買ったやつ2個買って、これお初、ウサギクマネコ8。これもあったらもう1個ぐらい欲しいな。で、最近マイブームのワッペン、スイーツ系、スイーツ系を買いました。ね、まだ使ってないけど、あの平袋作りに使おうと思ったんだよね。楽しみにしとって。なんでも私が上手にデコレーションできるかっていうと、そこはちょっと疑問符ないけどな。あ、もう一個スイーツまたあったよ。ほら、ホットケーキだと、これは多分別シリーズ。あれ、これもこんなんやったっけ。蝶々のパーツを3つ、これピンク2つ黄色1つで全部やったで、全部買ったつもりないんやけど、あったー、ほらこれ買ってきた。で、あとはあのさっきのスパンコールの続きじゃないけど、あのジュエリーラメ大カットね、これ前からちょこちょこ使ってる2種類ね。これこんだけ溜まってきたで、またね、あのどれ系、これじゃ無理や、これ、あ、これか、これ系のね入れ物に入れようと思った。多分6個なら楽勝に入る。10個でも入るか、1個。10個のケースに入れてみようかな。まあね、これまたそのケース買い足しで、ちなみに今日行ったところでは、このケース売ってなかったの。それで、いつも行っとるとこ行って、買い足そうと思ってね、ちょっと思ってます。で、今回ね、ちょっと買い物がね、重かった理由がね、あるんですわ。これマグネットプレート何ですかっていう人のために、これで重たいで下置いとくね。何ですかって言うと、どれや、マグネットタックピースはこれで、これがマグネットプレートで、厚みがまず違う。どこに書いてあるかな、厚み。そんな書いてあるかな。2ミリ。こっちは、特に書いてないね。書いてないけど、多分1ミリもないぐらいちゃうかな。こっちはね、強力タイプって書いてあって、何に使おうかと思ってるかっていうと、あの対ブリキ、ブリキここにある、ちょっと待って、ブリキある、ちょこっとちっちゃいブリちっちゃいブリキがあるんやけど、これめっちゃよくくっつくんよ、こういうのに。やもんで、ちょっと2ミリっちゃ厚みがどうかなと思いながらも、これをね、こう、そーっとカッターで切って、ファイルのね、あの、マグネットホックじゃなくて、これを、表紙にね、入れて、ピシッて、その、何も出っ張りなしにペンってやりたいな。このまま多分貼ると2ミリの出っ張りやで、一応考えてるのが、
表紙の蓋の部分だけ厚紙を二重にしようかなって思ってるの。そうすると2ミリの厚みになるやん。で、でも2ミリ丸っと入っちゃうと次ペタッとくっつくかって心配になるで、1個は抜けずに、1個は四角くね、これの、大きさ分だけくり抜いて、中に埋め込んで1ミリだけ出るようにして、ペチってやったら、綺麗にくっつくんちゃうかなって。ちょっとそういうのやりたいなと思ってね。うん、これでも磁石同士でもくっつくんかな。最悪磁石同士でもくっつくんやったらさ、ブリキなくてもこれだけ買えばできるよな。一応くっつくけど、あ、くっつくな。あ、結構ええ感じで見える？くっつくね。ずれたらどうなの？ぴったり合わせない意味ないよね。ちょっとずれるよな。ちょっとずれる。こうやってさ、こうやってちょっとずれるやん。これやっぱブリキ相手の方がいいかな。ちょっと考えてみます。うん、バレンタインファイルあたりに採用しようと思ってます。ちょっと待って、また喉乾いた。カピカピ。あとは、東欧風のフレークシール。持っとったかもしれんけど、記憶にない。それから、これ気づいた時にめっちゃ気に入ったって言っとったやつ覚えてる？これを2個ずつ追加で買ってきた。またなだれとる。これもね。もう、あなたたち、そんなになだれたい？もうぐちゃぐちゃに置いとる私が悪いんだけどな。それからね、このお花さんたち。わかるかな、このでっかいお花さんね。これも追加して買ってきた。なんかね、いっぱい売っとったで、嬉しくなって買った。どんな感情。まあ、普段いかんとこやでな。で、このね、ラベルちゃんのも元にやけどね、2個ずつ買い足して。また追ってきたよ、あなた。また追ってきたよ。で、懐かしいところで、これこの透明のさ、四角のお花の、覚えてる？これもウッドタで買ってきた。こんな古いの入るんやと。これも懐かしくない？私多分ね、これとこれ持っとったと思うさ。これ持ってへんだもんで、嬉しくなって3つ買ってきた。嬉しくなって3つの意味がわからんと思うけどね。普通の人はなんで嬉しくなったら3つなんと思うかもしれんけど。それからさ、聞いて。言っとった、これ。めっちゃよく言っとった。やで、宣言通り3つ。もうすでに買っとるで3つもいらんやろって言われそうだけど。あったら3つずつ買いたいって言っとったで。3つずつ買ってきた。これね、なんだっけ、ティータイムやったっけ？ティータイムとルームやったっけ？どれどれ？ルーム、うん。そう。あったら3つずつ欲しかったのにって言っとったら3つずつ買ってきて、もう精神的にね、めっちゃ安定して満足。追ってこないで。それから、いやぁ、涙が出る。それからね、またね、お姉さんのシール3つじゃない、2つずつね、買っときました。まだね、使ってない、あるんや、みたいな、使ってないのが。あるんやけど、買うの。なぜなら、在庫を持つのが趣味だから。そして、これ。これ多分買った覚えがある。これも買った覚えがあるような気がする。え、アイシングクッキーとかじゃなかった、これ。ね、そう、名前覚えといたことは知っとんやんな。
これニュアンスカラー覚えないけど、多分買ったような気がするんだけど、まあ、なかったらこれ1個買ったでゲットで OK やね。この辺はね、なんとなく買いたいから買っただけ。使いたいとかじゃなくて。なんで折ってくるの？なんで折ってくるの？ちょっとサービスしすぎやね。それから、リピ買い。と、これ何も模様ないの知らんかったで買ってきた。で、これもリピ買い。なんかさ、これさ、箱押しやん。これも。私はいまいち使い道よく分かってないんやけどさ、きっともらった人嬉しくない。そんな理由。それでまあ、買ってみた。なんか山積みんなで何がなんだか分からん机の上やね。今回サムネは撮りません。こんな状態なんで。文字だけにしておきます。この後もう一個ね、通販関係の撮らなあかんで。頑張ります。まだね、37度2、3分やで大丈夫なんやけどね。頑張ります。この後終わったら、また寝室の片付けがある。助けてー終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。